スティーブ・グッテンバーグはアメリカ合衆国の俳優、脚本家、プロデューサー、監督である。ニューヨーク市ブルックリンク生まれ、16歳の時に働いた広告代理店の影響で俳優を志すようになる。やがて、スクール・オブ・パフォーミング・アーツへ入学。その後は、ジュリアード・音楽院へ移り、俳優であるジョン・ハウスマンに指示。ニューヨーク州立大学を経て UCLA へ。 進学後の1977年にテレビ映画の上位で俳優デビュー。同年、ヘンリー・ホンダ出演のローラーコースターで映画デビューも果たす。だがその後はなかなか注目もされず、一度はニューヨークへ戻ろうとするのだが、1982年にミッキー・ロークラと共演したコメディ映画、ダイナーあたりからその名前も認知されるようになる。 その後も次々と話題作へ出演し、一躍人気スターになった。日本では、ポリスアカデミーシリーズの主人公、マホニー役や、トム・セレックス主演のレナード・にもイ監督作品、スリーメン・ベビーなどで知られている。その他、米国国内では、コカ・コーラのコマーシャルに出演したりと、1980年代は人気スターとして、名を馳せた。2015年に制作されたテレビ映画、 ラバランチュラ全員出動。では、自身の出世作でもある、ポリスアカデミーで共演した、マイケル・ウィンスロー、マリオン・ラムジー、レズリー・イースター・ブルックらと久々に共演している。チャリティー活動への造形も深く、ホームレスの人々や問題を抱えた、若年層に対して多くの活動を行っている。ありがとうございます。